はい、どうも坂井です。今日はですね、配信に使うミキサーはどういうものを使えばいいかということをちょっとですねテーマにお話ししていきたいと思います。まあね、あの音楽系の配信だとそんなにミキサーって多分 PA さんからツーミックスもらって、でまあ多少環境音とかのエアの音ミックスして入れるぐらいだから、まあね、あんまりいらないっちゃいらなかったりするんですけれども、私がよくやってるようなですね、こうマイク、ハンドマイク何本か、登壇者さんに持たせたりとかですね、こう何人かこうで対談形式の配信っていうのはですね、まあ、基本的にこうミキサーっていうのが、まあ、もちろん必要になるんですよね。というわけで今回はですね、この配信で使うミキサー、まあ、どういったものがよく現場で使われていて、まあ、どういった違い、いろんなミキサーでね、どういった違いがあって、まあ、どういったものを選ぶといいのかみたいなことをお話ししていきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけでですね、ミキサーの違いなんですけれども、まあ、ミキサーとは、そもそもね、ミキサーとはっていうことからまあお話ししたいんですけど、まあ、ミキサーね、あの料理とかで、ね、使うミキサーを想像してもらえればわかるんですけど、混ぜるものなんですよね。何を混ぜるかっていったら、音を混ぜるもの、一緒にするもの、要はマイク、マイク、マイク、いろんなねマイクがあったり、あと BGM を、再生するプレイヤーだったり、動画の音をこう入力したりですとかですね、あのサウンドエフェクトですかね、あの笑い声とかカンカンカンカーンとかね、ドロロロジャーンみたいな、こう SE っていうやつですね、あれをこうミックスして、こう一つの音声データにするものを、まあ、ミキサーというわけなんですけれども、まあ、配信においてですね、このミキサーっていうのは結構重要なんですね。まあ、以前もお話ししたと思うんですけど、音ってかなり大事なんですよ。で、配信の音ってまたまた結構大事なんですけれども、まあね、よくいろんな配信見てて一番課題になってるのが多分音だと思いますね。綺麗な映像の配信っていうのは結構多いんですけど、そこでもなんか音がねすごくちっちゃくてね、聞き取りづらかったりですとか、まあいろんな課題がよくあるなと思ってたりします。で、まあミキサーっていうのはね、実際どんなものがあるかっていうとですね、まあこれちょっとあんま使ってないんですけど、私が持ってるまあミキサーなんですけどね、こうアナログミキサーっていうのがまあ一つあるんですね。まあこれほんとちっちゃいミキサーなんですけども、本当にコンパクトで1万円ぐらい、5000円、安いと5000円ぐらいから、まあ、1万円ぐらいで売ってる2チャンネルのマイク入力のものからね、もっとでっかいこうヤマハの MG シリーズっていうのが結構有名なんですけども、マイクの入力がバーッとあってね、こうノブもいっぱいあってみたいな、まあ、こういうねアナログミキサーっていうのがあります。はい、それでですね、もう一個、あるタイプ、こういうねデジタルミキサーっていうのもありますね。まあアナログとデジタルの違いっていうのを、まあ、なんぞやということなんですけれども、まあ、アナログミキサーっていうのはですね、基本的にこう音のミックスだとか、まあ、EQ だとかボリューム制御ですね、そういうのを全部アナログの、電気回路で行っているものっていうのが、まあ、アナログミキサーっていうんですね。まあメリットとしては割とね、安いものが多いですね。まあ、シンプルな構成が多いので、まあ、割と安めでから、まあ、もちろん高いものは高いんですけれども、まで、揃っているっていうのが、まあ、アナログミキサーの、特徴になります。まあ、デメリットとしてはね、まあ、重かったりでかかったり、まあ、少しこう直感的には使えてめちゃくちゃいいんですけれども、複雑なことがね、まあ、やりづらいっていうのが、まあ、アナログミキサーの特徴かなと思います。で、一方ですね、こうデジタルミキサーっていうのはじゃあどういうミキサーかっていうとですね、こう、まあ、マイクの入力が入ってきて、まあ、マイクアンプというのでこう増幅されるんですけれども、それが、まあ、その後ですね、その後にデジタルシグナルプロセッサー、まあ、いわゆる DSP と言われるね IC が、その内部でソフトウェア的にこうミキシングだとかイコライザーだとか、まあ、コンプレッサーだとか、まあ、いろんなねルーティングだとか処理を行って、まあ、出力するっていうのが、まあ、デジタルミキサーってやつですね。まあ、ソフトウェア的にこう信号処理してるので、例えばねシーンを設定してですね、シーン A はこの設定、シーン B はこの設定、シーン C はこの設定みたいなのをこう瞬時にこうパラメータを切り替えることでパッとね変えてくれるとかね、まあ、割とこう機能的には高機能なものが多いですね。というわけでですね、まあこれあの Zoom の L8 というね L8 っていうんですかね、あのミキサーなんですけど、まあこれはいわゆるデジミキに相当しますね。で、
私ですね最近よく使っているミキサーにここにありますこうベリンガーのですねフロー8という これもデジミキになるんですけどねデジタルミキサーってやつですね。あのとても小さな、ミキサーがあったりします。要はねミキサーってもうほんとねカメラとか以上にほんとめちゃくちゃいっぱいいろんなのがあるんですよ。ほんとあのサウンドハウスとかでねいろいろ検索してもらえばわかるんですけど、じゃあ一体どんなのをね選べばいいかっていうとこなんですけど、そうですね基本的にはやっぱりデジタルミキサーをおすすめします。まあアナログミキサーって結構直感的に使えていいはいいんですけれども、やっぱねマルチチャンネルチャンネル数が多くなってくるととってもでかくなっちゃうんですよね。でかくなって重くなってっちゃうので、配信ってただでさえ荷物が多いじゃないですか。って中で重いミキサーをね追加で運ぶっていうのは結構大変だと思うんですよね。なのでやっぱり、デジタルミキサーで、まあ、ちっちゃくコンパクトに運ぶっていうのが結構便利なのかなと思います。はい、というわけでですね、私がよくいやまあ現場配信の現場で、まあ、他社の業者さんとかといろいろと話をしたりとか他社の現場を見させていただいて、まあ、一番こう対談とか企業のこのなんか小規模のね配信で多く使われてるなっていう、まあ、私のこのよく行くあの環境に限ったことなんですけれども、まあ、やっぱりこの Zoom の L8 というミキサーを一番見ることが多いですね。うん、はい、じゃあですね、じゃあこの Zoom の L8 買っとけば、間違いないのっていう思われる方も結構いると思います。まあね、この Zoom の L8 っていうのは、まあ、よくできたミキサーではあります。ミキサーでもありますし、まあ、マルチチャンネルでこうレックができるので、まあ、MTR みたいなね、マルチトラックレコーダーみたいにこう使うことができるんで、例えば後でね、こう、この各チャンネルごとのこうボリューム調整して、まあ、アーカイブの納品とかがね、できたりします。まあ、そういった意味ではね、この L8 ってかなり便利なんですよね。このサウンドパッドっていうので、ちょっとした BGM だったり、SE みたいなのも流せますし、まあ、マイクもね、6本、6入力ありますんで、十分だと思います。で、マスターアウトの他にですね、モニターアウトっていうのが3つついてるので、それぞれのシーンを作って、マスターアウトにはこの音とこの音、モニターアウトにはこのチャンネルの音みたいな、こうそれぞれでミックスを作ってね、要は中にミキサーが4つ入ってるようなイメージですね。なんでね、めちゃくちゃいいはいいです。で、個人的にね、残念ポイントもいくつかあります。で、じゃあその残念ポイントはって言いますとですね、まず、コンプレッサーないんですね。この各チャンネルにコンプレッサーってのがなくて、コンプレッサーって何かっていうと、音をこう潰して、まあ、持ち上げてくれるっていう、音の音量を揃えてくれる機能なんですけれども、例えばこう喋ってる声ってなんか部分的に大きくなったりとかちっちゃくなったりとかっていうのがすると思うんですけど、そのコンプレッサーを使うとですね、それをある程度こう揃えてくれるんですよね。なんで人の声をこう対談番組とかでなんかやってると、まあ、マイクの距離だとか、このその人のこのテンションの違いだとかで結構ね、こう音量がこうちっちゃくなったり大きくなったりするんですよね。まあ私も今多分そうだと思うんです。これ後処理でコンプかけてるんですけど、でこれがね、いいミキサーとかになるとね、ここにコンプレッサーって機能があって、ワンノブでちょっとコンプをかけられるんですよ。で音の粒をね揃えるっていう機能があるんですけど、これ残念ながらねこれにはないですね。で、まあ、そこはちょっと残念ポイント1ですね。はい、そしてですね、残念ポイント2なんですけど、このねモニターアウトとかでか、こういろんなアウトプットがあるのはいいんですけど、それをねこう切り替えてそれぞれボリューム調整なんですよ。なんで結構ねめんどくさいんですね。要は何をしたいかっていうと、こうポストフェーダー送りをしたい場合があるんですね。例えばミックス A にはこうそれぞれこうこんな感じでこのねその78だけ送りたくないんですよ。78だけ送りたくないっていう風にこうボリューム制御してて、でこの一時的にこのね6だけ送りたくないってなった時に、このマスターミックスからいちいち A に切り替えてフェーダーを下げて、
でマスターに戻るみたいなね、それが煩わしいんですね。要はなんだ、なんて言ったらいいのかな、このそれぞれのチャンネルのボリュームをそれぞれのミックスごとに調整しなきゃいけないんですよね。その A ミックス、 A ミックス、 B ミックス、 C マスター、それがとてもめんどくさくて、もしポストフェーダー送りっていうのがまあミキサーにはあって、このマスターに送ってる信号のこのフェーダーの後ろからミックス A に送るみたいに、してくれると、こうフェーダーをね上げておけばミックスマスターにもミックス A にも送られるし、フェーダー下げればミックス A の、このチャンネル1のねボリュームをこう自然に落ちる、これ要は連動するけど、ミックス A にした時に下がってるフェーダーのチャンネルはもうこのポストフェーダーで送られても、その後にフェーダーが下がってるから、いかないとかね、なんかそういう、まあ、アナログミキサーとかだ、高いレジミキとかだと、もちろんね、あの鮮度オグジュアリーアウトの、プリフェーダーポストフェーダー送りっていうのがあるんですけど、残念ながらねこのズームのライブトラック L8、 あとこの上位モデルの L12 っていうのはね、このポストフェーダー送りっていうのはないんですよね。それがねめちゃくちゃ残念ポイントです。はい、っていうのが、一つですね。うん、まああとはね割とフェーダーも長さちょうどいいしね、もう長ければ長いほどいいんですけど、まあこんだけ長さあれば十分ですね。 EQ もねそれぞれ各チャンネルでつけれるし、うん、全然便利な機能ではあります。はい、のでまあ何も分かんないっていう人であれば、とりあえずこのライブトラック L8 を買っておけば、まあまあ大体の現場はいけるんじゃないかなと思いますね。はいはい。じゃあですね、なんでこう私このライブトラック L8 持ってるのに、このベリンガーのねフロー8っていうのをね、まあなんで買ったかっていうことなんですけど、まあねちっちゃいからなんですね。ちっちゃいから買いました。でライブトラック L8 との違いはですね、まあまあこの各チャンネルのレコーディング機能ってのはありません。まあまあそもそもレコーディング機能がないミキサーなんですけども、であとはですねこのマイクの入力ってのが、4ちゃんまでになります。さっきのライブトラック L8 は6ちゃんまでなんで、マイクをまあ4本以上5本以上つなげるときは、まあ、あのマイクプリアンプとかが必要になって、こっちに刺さなきゃいけないよっていう感じですね。で出力に関してはマスターアウトとヘッドホンの他に、モニター鮮度っていうのが2系統ありますね。なのでライブトラック L8 よりは少なくなっちゃうんですけど、とりあえず外部出力もあるという感じです。まああとフットスイッチとかあるんですけど、使ったことはないですね。でまあこれを使う時っていうのはもう本当に荷物を減らしたい時ですね。でご覧の通り本当に何にもないんですよ。レベルメーターもなくて、このシグナルピークの LED しかないので、基本的にはこうスマホをここに置いてね、 Bluetooth 接続したスマホで、まあ、レベルメーター見ながらとかっていうことになります。で、いいポイント、まあちっちゃい、そんだけで、悪いポイント、残念ながらスマホのアプリの GUI があんまり良くないんですよ。レベルメーターとっても見づらいし、あのゲインっていうのがねないんですね。ノブないでしょ、ここ。さっきの L8 はノブあったんで、ゲインを調整してこうフェーダーを調整するみたいな二段構えになるんですけど、これマイクゲインがね調整できないんですよね、この単体では。ってなると、じゃあどうするかちょっと、アプリでこうマイクゲインを調整するんですけどね、まあそれがまたまたやりづらいね。うん、なので基本的にはこれはあんまりこうボリューム調整、シビアなボリューム調整が必要ないような現場で、かつ、LINE のマイク入力がまあ4本まで、いや使うマイクが4本以内の、現場なんかでよく使っています。まあちっちゃいんでね、めちゃくちゃいいんですよ。このサイズ感でこの4トラック4本マイクさせるミキサーってあんまないので、重宝してるんで、今日これから配信なんですけどね、まあ、それにもまあ今日これ持ってくんですけれども、いいんだけど、まあ携帯をアプリの UI をもうちょっとなんとかしてほしいなっていうのが、まあこのミキサーになりますね。あと私が持ってるミキサーでね、こういうミキサーがあります。はい、じゃん、ベリンガーの X-Air というね、ミキサーになるんですけど、これ自体はねただの箱というか箱で、
こう入出力だけついてます。入出力だけついていて、もう完全にデジタルコントロールでフェーダーとかを、まあ、操作するミキサーってのがありますね。まあ、これはねすごい高機能なんですよ。すごい高機能なんですけど、コントローラーが、まあ、パソコンとか iPad のこのタッチパネル、もしくは、はい、この別売のね、このクソでかい X タッチというコントローラーを使うことになります。これね、モーターフェーダーといって、こう iPad でスススってやるとこうモーターが入ってね、これ勝手にシュ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 っとこうモーターで動いてくれる、フェーダーになってたりね、まあ、かなり高機能だしフィジカルすごいいいんですけど、まあ、ご覧の通りめちゃくちゃでかいので、あの持ってきづらいということで、ほとんど使っていません。あ、そう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 、忘れてた。このねフロー8のいいところね、一応ね各チャンネルコンプついてます。あのさっき L8 にはなかったんですけど、マイク入力にコンプレッサーがついてるので、その部分では L8 よりも使いやすいというかいいミキサーにはなりますね。うん。で、モニターのセンドもこれ残念ながらやっぱりポスト送りができない残念仕様になってます。配信で結構大事なのがこうリップシンクを合わせるっていうことなんですよね。このリップシンクね、口の動きと音声を合わせるっていう必要があるんですけど、まあ、マイクを外部ミキサー使ってそのままスイッチャーに入れるとですね、カメラの映像っていうのは HDMI とかで持ってきたりするんでちょっとずれるんです。だいたい2フレとかずれるんですけど、マイクの音ってねそんな遅延がなくて、要は音が先行しちゃうんですよね。なので ATEM Mini とか、使ってるユーザーでしたら ATEM Mini に、LINE IN にあのディレイがついてるんですね。それを使えばいいんですけど、それがない、ミキサー、例えばテレビジョンスタジオ HD とかね、あの ATEM のね、それとかだとこうミキサーもしくはその後ろでディレイってのを入れてあげる必要が出てくるんですね。で残念ながら L8 にはディレイがないんですけど、まあ、一応この Flow8 にはねアウトプットのディレイっていうのを設定できる機能がありまして、その点もこれは結構強いかなっていう気はしますね。なんでねライブトラック L8 ね、もう少しあのマーク2とかでね、そのポスト送りだとか、まあアウトプットのディレイとかを、入れられるようになればめちゃくちゃいいミキサーになるんじゃないかなと思うので、ぜひあのできればズームの方見てたらよろしくお願いします。あの本当ポスト送りとディレイをつけて、まあ、できればチャンネルにコンプレッサーつけてください。もうそうすればもうね無敵の配信ミキサーになりますんでよろしくお願いします。というわけでいかがでしたでしょうか。まあすごい偏ってはいるんですけど、まあ、大体配信で使われてるミキサーって本当ねこの Zoom の L8 が多いんですよ。本当に多い、本当に多いです。大体本当にあのテレビ局の配信チームとかも L8 持ってきたりしてるんで、まあ、本当スタンダードなのかなとかって思ったりしてます。というわけで、まあ、このチャンネルではですね、こんな感じの配信の機材紹介ですとか、まあ、選び方とかから、まあ、音響映像の機材レビューなんか行ってますので、気になった方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。